悪の組織フロシャイムは今日もレッド抹殺を企んでいる。レゴリスは1分間の瞑想により3分間完全無敵になれる恐るべき怪人なのだ。レゴリスの弱点は瞑想に入ると途中でやめることはできず、またその間無防備となること。しかしそんなことは問題ではない。サンレッドが対決の場に到着する前に瞑想を終え、到着と同時に3分で奴を片付ければよいだけのこと。さあ行けレゴリス、サンレッドを地獄へ落とすのだ。レッド来ました。そうか、よし瞑想を始めろレゴリス。1号よ、もしレッドが早く到着しそうな時は体を張って阻止するのだ。大変です、パンプ様。レッドのやつ、タバコ買ってます。何？小銭探してます。ああ、パンサツを出した。うわ、おばさんがお釣りを出しに店の奥に。一号、急いでもらってレッドさんに。サンレッドが対決の場に着いたのはそれから4分後のことであった。これいけ。何々されたエラー。うちのおばあちゃん、ボロマインが何にでも効くと思ってるの。どういうシステムエラーなの。さあ、フロシャイム西東京支部を束ねる知将ヘンゲル将軍。 IQ150 を誇る彼はマスター・オブ・シザースと呼ばれる切れ者である。ヘンゲル様、今回の武器商人との交渉さすがでございました。お前たちは先にアジトへ戻ってよいぞ。え、私はついでに髪を切ってゆく。髪を切る。どうしました、ハムエル様。マスターオブシザースと呼ばれるヘンゲル様がカットを任せるなんて、一体何者なんだ。はあ、スタジオアクア、テレビキングでチャンピオンになった美容師のいる店だ。師匠。おお、赤山か。お久しぶりです。うん、元気そうだな。チャンピオンの赤山2世紀、ヘンゲル様はあの美容院の常連だったのか。それじゃ師匠、お気をつけて。うん、またクラブでな。あれ、私も彼もシザースクラブの一員なのだ、サミエルよ。はい、私たちに気づいておられたのですか。さすがはヘンゲル様。シザースクラブって。シザースクラブとはシガーとワイン、そしてハサミを楽しむクラブだ。は、ハサミを楽しむ。なんともいい音色だ。日本のハサミには我が国のハサミにはない味わいがありますね。よければ何か切ってみますか。 Really? いいんですか。サミエルよ、私がどこで髪を切るか知りたいか。は、はい。ならばついてくるがよい。本物を知ることはお前たちの財産となろう。は、はい。ついたぞ。え、こ、ここ先日愛読書の月刊ハサミにここの店主の経歴が紹介されておってな。彼こそ遠洋漁業のマグロ漁船に理髪師として乗船し、その不安定な足場で30年間無事故でハサミを振るい続けた伝説の男。この記事を読み私は確信した。次郎こそ私の髪を切るにふさわしい男だと。行くぞサミエル、リスラー。は、はい。いらっしゃい。ジロー、やはり伝説の男と呼ばれるだけのことはあった。椅子に座るなり有無を言わさず切られたが、恐るべきハサミさばきよ。うん、お前は違いの分かる男だからな。おお、お前がヘルメットなのは承知の上だが、一度言ってみろ。バンプよ、行けば分かる。バンプ様の角刈り。正月エジプト帰んの？兄貴は？俺バイトあるからよ。そうなんだ。
あ、そういえばコンビニできたらしいぜ。え、マジ？マジマジ、ピラミッド側の方に。おじさん再婚するらしいぜ。え、嘘？マジマジ。ったく、本当にお前らはよ、アメリカ人か。いえ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 、私たちじゃないですって。おぼけんなよ、横文字なんか使いやがって。今回はおしゃれな方向でってか、しょうもねえ。本当に私たちが書いたんじゃないんです。じゃ誰がこんなことすんだよ。よく考えてみてくださいよ、レッドさん。ここはかよこさんのマンションなんですよ。そうですよ。こんなことしたらレッドはともかくかよこさんに迷惑がかかるじゃないですか。何呼び捨てにしてんだこれ。とにかくもしこんなことしたらレッドさんにお説教されるって分かりきってるじゃないですか。後片付けだってさせられるんでしょうし。まあそういやそうだな。あ、いい感じです、バンプ様。そう、ペンキ落としを使うと元の塗装まで落としちゃいますからね。っていうかやってないの、なんで僕たちが後片付けさせられてるんですか。まあいいじゃん、とりあえず疑いは晴れたんだし。よくないっすよ。なあ、お前んとこの怪人がお前に黙ってやったってことは考えらんねえのか。え、私に黙って、そうなのかな。それはないんじゃないですか。そうですよ、みんなバンプ様のこと尊敬してますから。そう？そうですよ。そうかな。バンプ様は理想の上司ですもん。そんなことないよ。その辺にしとかねえと視点にじけるぞ。あ、じゃあ本部に問い合わせてみますよ。あ、どうも。なんでうちの電話使うんだよ。はい、すいません、急な呼び出しだったんで携帯持ってこなかったもので。はい、キルユーと、はい。え、本当ですか？犯人が分かりましたよ、レッドさん。やっぱりうちの怪人じゃありませんでした。じゃあ誰だよ。あ、じゃあファックスで送ってもらえます？今番号言いますから。レッドさん、ファックスは電話と同じ番号でよかったんでしたっけ。本部にうちの番号教えんのかよ。え、なんでですか。別にいいけどよ。あの、ファックスは同じ電話と。実はアメリカに世界征服を狙っている一匹狼の怪人がいるんですけど、今世界各地のヒーローを片っ端から倒しにかかってるらしいんです。そう、奴の名はマーゴ。狙った相手には前日にキリュウの予告をするのが流儀なのだ。あ、その話知ってる。レッドさん、こいつに目をつけられたんですよ。へえ、面白そうじゃん。バンプ様、僕らどうします。え、でもこれはレッドさんとマーゴの問題だし。もしレッドがマーゴに倒されちゃったらどうするんですか。え、いや、それってラッキーじゃん。でもマーゴがうちより先に世界征服しちゃったらまずいじゃないですか。ああ、そうか。かといってまさか正義の味方のレッドさんに私たちが加勢するわけにもいかないし。ああ、もう相打ちになっちゃえばいいのに。聞こえてんぞさっきからよ。そういう相談はアジトに帰ってからしろ。あの、レッドさん、帰れ。私たちには何もできませんけど、マーゴとの対決頑張ってください。あ？私たちに言えるのはそれだけです。うるせえよ。レッドさん。ああ、なんだよ。あれから考えました。私たちレッドさんに加勢します。あ？やっぱりレッドさんは私たちの手で倒したいんです。ち、バカ誰どもが。てめえらの加勢なんかいるか。けおゆ、頑張れ頑張れレッドさん。負けるな負けるなレッドさん。頑張れ頑張れ。加勢じゃなくて応援だろ。え、キスミ。その後レッドが一撃でマーゴを倒したのは言うまでもない。レッドとカヨコは連休を利用して温泉旅行に来ているのだ。うわ、素敵な部屋ね。カヨコ、お金。バンプさんとこへのお土産何がいいかしら。お、カヨコ、金。いいお湯だったわね。カヨコ、お金。楽しかった、また来ようね。うん。そう、もちろん交通費も宿泊費も遊興費も全てカヨコ持ちなのだ。気づけ